それではスタメン見ていきましょう。ゴールキーパーロアッソ熊本田代龍が今シーズン初先発で J デビュー戦です。ディフェンダーは右から黒木浩平、姿、そしてこちらも今季初出場の酒井、そして中盤は阿部、川原、伊藤、竹本、3トップは杉山、高橋俊樹、そして坂本です。サブに43番道脇豊、中学を卒業したばかりの15歳が入っています。アウェーのビファーレン長崎です。ゴールキーパーは前節から引き続いて笠原、そして右サイドバックは今日は高橋俊樹、村松、江川、ロングスローのある二見、中盤はクリスティアーノ、加藤、カイオセザール、そして熊本でのプレーもありました澤田、ツートップはエジガルジュニオ、トクラとなっています。その杉山です。中に高橋がいます。坂本が走っています。うん、抜けてきた、マイナスのクロス、左足、コーナーキックになりました。早速杉山選手いいドリブルが出ましたね。トクラとエジガルの位置関係も逆になってますね。そうですね、うん、カイオセザルがボール奪った、中にはエジガル、右にトクラ、カイオが行く、澤田のところ、もう一度カイオ、二見です。クロスが来た、エジガル、トクラ、ヘディングシュートは今日 J デビュー戦の田代龍我が抑えました、はい、キャプテンの川原が中央を走っている。杉山が近くにいます。杉山、うん、左足、うん、キーパー正面ですね。伊藤選手がうまくスペースで顔を出してボールを引き出しては、数的優位作れるか長崎、長いドリブルになる、トクラ、ありますね、エジガル、クリ、うん、カイオセザール、最後はカイオでした。まあ、両チームのいいところ、特徴がまあ非常に出ている前半ということになります。はい、高橋がボールを収めて坂本、左から竹本、川原、グラウンダーのボール通った、シュート、これパス出した後ですよね。一旦川原選手中シュート見るんですけど、このパス&ムーブの動きに黒木から酒井、長いボール、カイオセザールが大きくクリア、シュートきた、ゴール、右足振り抜いた竹本。そうですね、まあ、ここで一つクリアしたところ、このファーストタッチが良かったですね。まあ、それによってどこにでもシュートを打てる状況を獲得し、まあ、最後はうまく力抜いて、ミートに、パワーを注げたんじゃないかなという印象ですね。素晴らしいゴールでした。さあ、そして熊本ですが、坂本が左、そして杉山が右とポジションを入れ替えています。その坂本、どう、右足、シュートを決まった坂本、2点目熊本、ポストに当たってゴールに吸い込まれていきました。後半の55分、このコースは止めれないですよね。まあ、ここから右サイドで、奪ったボール早く左に展開して、この竹本選手のインナーラップが効きましたよね。これで相手を引きつけた中でカットイン、まあ、2人タイミングを外して最後、まあ、思いっきりというよりはしっかりとコースを、力をうまくコントロールして打ち抜いた素晴らしいコントロールシュートですね。最後は5人に囲まれていましたね。はい、見事でした。アイデア、そして質の高さでした。さあ、今度は長崎、エジガル、エジガル、ナイスキーパー、田代、まあ、一方のパスでランニングからですね、一気にチャンスを、まあ、ちょっとこうコントロール、もっともっと中に来いというジェスチャーからファーに来た、高いシュート、ナイスキーパー、右手一本、田代、先に飛んで、まあ、シュート、ゴールマスしっかり捉えてましたし、まあ、ここまでね、飛び出しの動き、まあ、こういった部分で一つアクセントは作れているので、まあ、こういったプレーが増えてくれば面白いですね。70分を経過しました。ノー、シュート、お、これも田代、
もう一度コーナーキック、はい、チャンスが膨らんできていますね、うん、エディングおクロスバートクラー阿部海斗長いボール田代が抑えました、まあ、山崎選手はこういったところで、ね、アクションを取れるので山崎後ろから来ている、うん、さあチャンスになるクリスティアーノクリスティアーノクリスティアーノー切り返しがありましたが最後はクロスバーの上高橋俊樹杉山が厳しくつきます杉山酒井キーパーが前に出たその前にクリアしましたここで長いホイッスル2対0試合終了熊本は嬉しい嬉しい今シーズンホームでの初勝利監督不在その非常事態の中41歳の高橋豊コーチを先頭にロアッソ熊本が勝ち点3を奪い取りました